どうも、適当なトヨちゃんガレージです。今日はですね、内装をちょっと組み立てていこうかなと思います。ちょっとというか、まあ内装はあとこれだけ組み立てれば、取り付ければもう終わりなんですよね。で、これが視聴者さんプレゼントのクラッチペダルとブレーキペダルのゴムの部分のパーツ、新品。あとこれがフロントグリルのエンブレム、ステッカーで、バイザーにルームミラー。ルームミラーこれめっちゃ汚いです。中古というか、取り外して、まあこれ綺麗に洗ったんですけど、なぜかもうこれは取れない。なんかもうガラスがいっちゃってるんですけど、まあ別に見えないこともないので、こうやってちゃんと見えるので、これをね、今日は取り付けていきたいと思います。それではやっていきます。はい、じゃあ組み立てていきます。まずはどれからやろう。ルームミラーからつけるか。これ取れたの？あ、取れた。ルームミラーはネジで止まってるだけなんで、簡単に取り付けられると思う。よし、 OK、 ちゃんとつきました。カバーをはめておきます。よし、これでちゃんと後ろが見えるね。汚いけど。次、サンバイザー、サンバイザーはこっちが運転席側か。ちゃんとネジもね、ここにしっかりとマスキングテープで留めてあるんで、なくしてないですね。えらい。レストアするときはマスキングテープで外したところにネジを、こういう小物パーツの場合は一緒にネジをつけておくと、ネジなくさなくて済むかな。まあこれは俺流のやり方なんですけどね。はい、サンバイザーちゃんとつきました。こんな感じ。汚いけどね、このサンバイザー。なんかね、色塗ろうと思ったんですけど、染め球でね、ホワイトに。ただここだけホワイトにめっちゃ綺麗になっちゃうと、天井とバランス悪くなるかなと思ったんで、あえてこれはこのまま汚いまま行きましたけど、どうだろう。気に入らなかったらまた塗ります。助手席側も取り付けます。助手席側のサンバイザーちゃんとつけました。あと助手席側のこいつ、掴むやつ、あれをつけます。はい、一旦カメラ止めます。助手席のここです。この取っ手、これをつけます。このカバーをはめるのが難しい。よいしょ、あ、はまった。はい、オッケー。はい、しっかりとあれ握れますね。これでドリフトしてる時も助手席の人は安心です。次ね、このハンドルのコラムカバーの下側を取り付けます。まだこれ上側は乗ってるだけなんで、固定は下からするんで、下のね、ネジはここにちゃんとつけてあります。で、これをつけて、内装がもうほぼ仕上がりますね。よし、おお、これでやっとしっくりくるわ。よし、おー、内装が、あ、やべ、ハンドルロックした。これすごい、ハンドルコラムのカバーがしっかりと取り付けました。取り付きました。
これでもうあのガタつくことないね。今まで上だけがさ、はまってる状態、乗っかってる状態だったからガコガコ動いててちょっとストレスだったけど、ちゃんと下もねつけたらもう内装がカチッと決まりました。あとはじゃあ次このゴムペダルいくか、外すか。これって簡単に外れるのかな、硬いかな、よいしょ。あ、もうなんかひび割れてるね。結構柔らかいから外せそう、簡単に。あ、外れる、あ、取れた。今映ってたかな。簡単に外れました。クラッチペダルもよいしょ、よいしょ。あ、もうちょっと、あ、もうちょっと外れた、もう外れかかってる。はい、はい、あ、取れた、指いた。はい、クラッチペダルとブレーキペダルのゴムの部分外れました。まあ、なんかこれもね消耗品なんで交換するとフィーリング変わると思います。そしてこれが新品。いや、こんなものまで新品を変えれるとは思ってなかったから嬉しいよ。で、なんかさ、ついてるんだよね、付属パーツが。これなんだろうな、付属品でこれがついてたんですけど、このなんかなんやろこれ、ゴム栓みたいなやつ。ペダル側には何もつけるものがないんですよね。これなんだろうな、ちょっと部品番号書いてあるから調べてみるか。905410608、ちょっと調べてみます。まあいいや、とにかく、ペダルつけます。あ、これ柔らかいからめっちゃつけやすいわ。あ、難しいかなと思ったけど、あ、もうついた、秒でついた、すげえ。やっぱ柔らかいとつきやすいのかな、簡単についた。すげえ柔らかいからもうね、伸びるからね、新しいから簡単につきます。古いのは硬化してたんでめっちゃ硬かったけど、ほい、もうついた。おー、すげえ、多分柔らかいからこれね、すごいフィーリングいいと思うよ。あ、やっぱり全然滑んねえわ。あ、いいね、全然滑んないです。こうやって足を横にやっても抵抗が変わりましたね。抵抗があるんで滑りにくいです。あ、いい感じ、いい感じ。あ、ブレーキタッチもすごいいい感じです。いいっすね。はい、じゃあ次、フロントのステッカーをつけていきます。このペダルのところに一緒に入ってたゴムパーツの部品番号を調べたら、モノタロウで出てきました。クラッチペダルクッションっていうやつらしいんですけど、どこについてるやつかね、調べても出てこないんですよね。なんか分かる人いたら教えてください。これ分かんないです、こういう形。部品はね、今でも出るみたいです、モノタロウで。調べたら出てきました、普通に。ちょっとこれ分かる人いたら教えてください。はい、じゃあ次はこの車の顔と言っても過言ではない、ここのフロントグリルの、フロントグリルにバッジ、エンブレムを貼りたいと思います。もうこれがつけばね完成ですよ。いや、まだ完成ではないけど、これがつくとなんかやっぱり変わるよね。脱脂しました。で、これ最初の場所がね、どの辺だろうね、これ真ん中なんですけどね、もうこれは俺の感性で取り付けるしかないかな。うわー、どの辺だろう、迷うな。これ V がちょうど真ん中かな、 V がちょうど真ん中、この辺でいいかな。この辺でちょっと貼ってみます。このエンブレム、まず転写シートを剥がさないといけないんですけど、無理に剥がすとこのゴールドのステッカーがね、白い方に残ってきちゃうんで、結構慎重に剥がさないとぐちゃぐちゃになっちゃいます。これね、ステッカーマシンでね、こういうステッカー作ったことあるからね、わかるんだよね。転写シートになかなかこの文字がね載ってくれないっていうあるあるなんですよ。なかなか結構これコツがいるんですよね、剥がすのに。はい、これでとりあえず転写シートに剥がれてくれたんで、あとはこれを貼るだけなんですけど、ここでいいかな、もう貼るよ。はい、貼った。じゃあ、あとつけます。
最悪失敗してもステッカーマシン持ってるんで同じようなステッカーは作れますけど、やっぱりこれはつけたい。であとは転写シートを剥がすだけなんだけど、ここでもさらにゴールドのやつが一緒に剥がれてきてしまう可能性があるんで慎重に剥がす。あ、大丈夫そう。あ、いけそういけそう。あ、めっちゃ綺麗についてくれた。よかったです。うまくいったっぽい。はい、つきました。レビンできました。どう、真ん中か、どうだ、離れてみても。あ、いいね、いいっすね。真ん中にありますね。うん、っていうのもちょうど真ん中になんかこういうこれがあったんで、なんか合わせやすかった。なんか真ん中になんかねこういうこういうのがあったんで、なんか合わせやすかったです。はい、やっと、あ、なんかレビンになった。すげえ、わ、いいね。あのレビンもトレノもそうだけど、トヨタのマークじゃないですよね、あの丸い。なんかそれがいいよね、なんかちょっと違うよみたいな感じ。あー、いいよね。てかこの車さ、トヨタのエンブレムってどこにもついてないよね。リアにもないし、ひょっとしたらこれトヨタの車じゃないのかもね。それはないか。はい、ということで今日はこのレビンのエンブレム貼ったりだとか、あと内装、サンバイザーとか、あと向こうの取っ手とか、あとペダルのゴムの部分を交換したりとかいろいろしました。これで内装がほぼ完成したんじゃないかな。着々と進んでおります。はい、ということで、今日の動画はサブチャンネルということで以上です。ご視聴ありがとうございました。やっぱエンブレムつくとかっこいいね。はい、以上です。あ、リアのエンブレム、トランクのところにつくエンブレムはまだ、あれは自分で作ろうと思ってます。はい、以上です。